2024年3月の17日でございます。えー、ただいまの時刻21時前。えっと、20時53分でございますね。明日普通に仕事なんだよね。<laughs> 大丈夫か飼い主。えー、本日の主役はこちらではなく、こちらでございます久々のお迎え動画になります。 二年ぶりぐらいですかね。まつりさんに会わせてあげられるかなって言ってたんだけどね。っていうかまあ、一ヶ月前にお迎えしようってふん切りがついていれば、まつりさんとも会えたし、もうちょっと早くね、お迎え、この子自身のお迎えもね、してあげられたしって感じなんですけれど、まあそんなことを食いたってしょうがないんでね。まずご対面と行きましょう。 今回もお迎えしたのはネザーランドドワーフさんでございます。なんか、前々から言ってる、ちょっと繁殖を考えてるっていうのもあり、で、今女の子ばっかだから男の子欲しいよねって言ってるのもあり。こちら、ネザーランドドワーフ。お色がサイアミーズスモークパール。男の子でございます。 大丈夫長旅ご苦労さん。はい。まずはお家に入っていただきましょうか。すごい綺麗なシャム柄と言いますか。くっきりはっきりね。ね、お顔の中心真っ黒でしょお耳真っ黒でしょちょっとお手手見せてよ。お手手もね、すごい綺麗な 靴下を履いていらっしゃる。すごい綺麗にはっきりとカラーの出ていらっしゃる。ほら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 。ね。すごい綺麗にカラーが出ていらっしゃいます。結構抱っこされるときおとなしい。ね。綺麗にカラー出てるでしょ。あやべ。ペットシーツ引いてない。ちょっと後で急いでしかねばならぬ。汚されてしまう。 で、前ど、あ、お水も入れてないじゃん何も入れてないじゃん何も用意入れてないじゃん <laughs> やばいやばい。ちょっとまあ、すごい、うろ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 していらっしゃいますが。どうですかそこが君の新居でございます。めちゃめちゃ可愛いでしょシャムネコカラーでございます。サイアミーズっていうのが、シャムネコのことを指しているらしくて。確かにシャムネコカラーって感じですね。 めちゃめちゃ可愛いでしょう。サイアミーズスモークパール。<laughs> めちゃめちゃ探索をしていますけれど。ちょっと彼の新居探索を見ながらちょっと続きのお話をしましょうか。えっと、どっかの動画で言ったような気がするんですけど、ちょっとお迎えを急いでいたんですね。まあ別にそんな重大な問題があったとかね、緊急の 用件があったとかいうわけではなく、彼のお誕生日、えっ、ー、と、2023年の4月1日なんですね。あと半月で1歳になっちゃうんですよ。なので、えっ、ー、と、このタイミングでね、お迎えして、お迎えしてすぐは1週間、ケージの中で生活して、環境に慣れてもらって、そっから、他の子と同じ扱いになるので、 一週間、刑事の中でしょで、その後一週間ちょっとでお誕生日が来ちゃうから、多分完全に我が家になれる前に、一歳のお誕生日が来ちゃうわけなんで、実はもうちょっと早くお迎えした方が良かったんですけど、なんか、やっぱりね、せっかくだからさ、本当の、お家で、一歳迎えて欲しいじゃん っていうちょっとささやかな理由だったんですけれど。なのでまあ一応そんな理由でちょっとお迎えを急いでいたっていう感じでございます。で、彼が、えっとね、あ、そう、血統書付きのうさぎちゃんでございます。ねねさんに続いて2匹目ですね。ねねちゃんの方がお花潰れてる感あるよね。彼も結構ね、丸いんだけど。 ねねちゃんほど潰れてるわけじゃないんだよな。ねねちゃんの方が多分ね、お花ぺちゃんこだと思う。横向いてほら。ね、ねねちゃんの方がお花ぺちゃんこでしょこの子も結構丸顔だけど。うん。丸顔だね。すずさんどころか、まつりさんよりも全然丸顔だけど、なんか、 ねねちゃんの方が鼻ペジャだね。かわいい。でも耳の短さがさ、ねねちゃんと比べて短くない耳が短いっていうのもネザーランドドワーフさんの立派な特徴の一つなので、その、そのところはねねちゃんよりネザーっぽい特徴が出てるっていう感じですね。で、<laughs> またなんか話しとんだね。 でまあ、年齢が年齢なんでね、もう大人を超えて1歳になろうとしているというところなので、ちょっとお値段が下がっておりました。ネネちゃんよりお安かったね。まあネネちゃんの場合は3ヶ月半だったから、まあ言うてまだ子供、ベビーとは言えないけど、キッズぐらいの感じだったので、まあお値段は確かに下がってたけどみたいな。 そこの違いもあるので、ちょっと、まあね、同列に比べてみることはできないんだけど。で、彼が3兄弟で、えっとね、他の2匹もサイヤミーズスモークパールなんですって。で、パパとママが両方ともサイヤミーズスモークパール。サイヤミーズスモークパールの血強そうだね。なんか、ネネちゃんとの繁殖を考えてるけど、ネネちゃんってアルビノさんなんで、 アルビノって遺伝子弱いから多分ねパパの血がすごい濃く子供たちには出ると思うのでもしかしたらみんなサイアミズスモークパールかもしんない <laughs> お子たちがねお子たちが全部サイアミズスモークパールになるかもしんない <laughs> まあサイアミズスモークパールってご覧の通りグラデーションカラーなのでもしかしたらね同じ色とはいえ濃淡の違いが出る可能性はあるね で、お迎えは、横浜、横浜なのかな、住所。あの、神奈川の方まで行ってまいりました。えっ、ー、と、まつりさんが、八王子出身。東京のね、八王子出身で、で、はるさん、すずさん。うちの動画で出てるので言えば、まあ、過去にも、過去に何匹か別に飼育していた子はいるんだけど、はるさん、すずさん。 は、えっと、東村山。東京の。で、ねねちゃんが、埼玉。どこだっけだ埼玉。草加駅で降りた気がする。で、今回のこの子が、あの、神奈川。横浜でいいのかな横浜だったかな住所ね。横浜駅じゃないんですけど、最寄り。 ですね。で、今回、血統書を、そのままもらって帰ってきました。初めて見るんだけど。ね、血統書で、えっと、パパが、サイアミーズスモークパールで、パパの、パパ。要はおじいちゃんだね。おじいちゃんが、サイアミーズセーブル。やっぱサイアミーズセーブル入ってんだね。 似たようなお色だもんね。で、パパのママ、おばあちゃんがヒマラヤン。やっぱりヒマラヤンカラー混じってんだ。ヒマラヤン、えっと、サイヤミーズ系の繁殖の時にヒマラヤン、ヒマラヤンカラーの子を使うことがあるっていう情報は、前情報として得てたんだけど、やっぱ入ってんだね。で、パパの、パパの、んパパのパパのパパ。だから、ひじいちゃん。 ヒーじーちゃんがヒマラヤンブラック。ヒマラヤンブラックって何だろう初めて聞いた。なんかヒマラヤン系の色ってことだよね。ヒマラヤンブラック。で、パパのパパのママ、ヒーバーちゃん。ヒーバーちゃんがサイヤミーズセーブル。ってことはヒマラヤンブラックとサイヤミーズセーブルから生まれた、あー、落ちる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 。えーと、 ヒマラヤンブラックとサイアミーズセーブルから生まれたサイアミーズセーブルがおじいちゃんなんだね。で、おばあちゃんのパパ。こっちもまあひいじいちゃんだね。ひいじいちゃんがサイアミーズスモークパール。サイアミーズスモークパールとサイアミーズセーブル。だからサイアミーズセ、えー、サイアミーズスモークパールとサイアミーズセーブルから生まれたヒマラヤンがおばあちゃん。 で、パパがサイヤミーズスモークパールなので、このサイヤミーズスモークパールどっから出てきたかっていうと、えっ、ー、と、この3台を桜登ると、えっ、ー、と、サイヤミーズスモークパールは、えっ、ー、と、パパから見て、パパの父方のおばあちゃん。違う。えっ、ー、と、これサイヤミーズセーブルだ。違う違う違う。えっ、ー、と、さえっ、ー、と、おばあちゃんか。 母方の、パパか。母方のパパが、まあ、パパ、うんと、この子のパパから見た、この子のパパから見たじ、おじいちゃんか。おじいちゃんがサイヤミズスモクーパール。だからその血が出てんだね、パパには。なんかいろんな血が入ってるわ。この子のパパ。でママの方が、 こっちもサイアミーズスモークパールなんだけど、ママの、えー、っと、おじいちゃんがサイアミーズスモークパール。で、おばあちゃんもサイアミーズスモークパール。サイアミーズスモークパールとサイアミーズスモークパールから生まれたサイアミーズスモークパール。ですね。で、えっ、ー、と、おじいちゃんのパパ。ひいじいちゃんがサイアミーズセーブル。で、ばあちゃんがサイアミーズスモークパール。 サイアミーズセーブルとサイアミーズスモークパールから生まれたスマサイアミーズスモークパールが、なんかもう呪文みたいになってきたね。<laughs> サイアミーズスモークパールが、えっ、ー、と、この子の母方のおじいちゃん。サイアミーズセーブルとヒマラヤンから生まれたサイアミーズスモークパール。えじゃあこっちもサイ、ヒマラヤンの血は入ってるわ。あとサイアミーズセーブルとね。えっ、ー、と、サイアミーズセーブルとヒマラヤン、 の、から生まれた、えっ、ー、と、サイアミーズセーブルとヒマラヤンから生まれたサイアミーズスモーグパールが、えっ、ー、と、母方、母方の、おばあちゃん。<laughs> 言葉にするとややこしい。いや、もう見てって感じ。見て。このね、えっ、ー、と、し、一番上に書いてあるし、しや、シアこれがね、パパ。 シリウスくんっていうのがパパらしいのでえ、ダムって書いてあるのがママなんだと思う。スピカさん。スピカっていう子がママなんだって。で、G って書いてあるのはグランだよ言われたね。グラン。はい。なんか、これを見た方が多分私の口頭説明より全然わかりやすいと思うんで。なんでやっぱりサイアミーズスモークパール、 の地筋の中には、サイアミーズセーブルとヒマラヤンが入ってんなっていうのが分かりましたね。ただまあ直近特にママがね、サイアミーズスモークパールとサイアミーズスモークパールから生まれたサイアミーズスモークパールなんで、で、パパもサイアミーズスモークパールじゃんだから、高確率で地筋として強いのが多分サイアミーズスモークパールが地筋,筋として強そうだなっていう感じではあるよね。一応、 パパのサイアミーズスモークパールが、あの、覚醒遺伝。パパもママもサイアミーズスモークパールじゃないから、母方のじいちゃん、母方のじいちゃんの血から覚醒遺伝で出てるから、まあ、覚醒遺伝する可能性もなくはないので、父方の祖父母あたりから覚醒遺伝するとサイアミーズセーブルとかヒマラヤンが生まれる可能性は十二分にある。 っていう感じですね。ちょっと楽しかった。<laughs> 見てて。で、ここのお店結構ね、一匹一匹詳しく様子を見ててくれてて、で、性格のことも結構はっきりと教えてくださったんですけど、なんかね、やんちゃ、甘えんぼ、かまってちゃんの三拍子が揃った男の子だそうで、で、 抱っこさせてもらった時もあんまりビビり、ビビってる感じがなくて。で、結構ね、飼い主の腕にスリーっと顎すりをしてきたくらいなので、顎すりって、要は顎の下の匂いをつけてるマーキングなので、縄張りの、こう、意思表示というか、ここ俺の縄、縄張りだぞってするために、する行為なので、もしかしたらちょっと縄張り意識が強い子かもなぁ、っていう感じもしなくはないけど、 ねまあ、結構話聞いた感じ、ザ、男の子って感じの男の子っぽい感じ。印象が。で、トイレがね、全くできないんだって。<laughs> トイレが全くできないんだって。でもまあね、ねねちゃんも完璧とは、なんかちょっとほど遠いと言ったら失礼だけど、まあ、ね、ちょっとトイレ事情に関しては怪しいし。 すずさんはまあ、最近、結構、きっちりめにしてくれるけど、今までできてないもんだと思って扱ってたからさ、<laughs> まあ、一匹ね、トイレが全くできない子が増えたところで今更感っていうのはあるよね。今更感。ごさごさ。なんかや、やトイレができませんって言うと、あ なっっってて購入見送るる方もいいらっしゃるって聞いてそうかっていう気持ちなんだってでお名前ねお名前まつりさんが普通に元気な頃はまつりさんがいる状態でお迎えすると思ってたのでやっぱり我が家に必要なのまあうちの名付けの仕方がね昔っからこうだったわけじゃないんだけどまつりさんが 我が家で一番最初にお迎えした哺乳類。もっと遡るとね、えっ、ー、と、お魚とか、メダカとかね、飼ってたこともあるんでね。初めてのペットではないんだけど、初めての哺乳類。毛のある。ちょっと、お世話に手間がかかるタイプのね。を飼った一番最初だったので、ちょっとお名前めちゃめちゃ悩んで、あの、我が家に必要なのは賑やかさだっつって。 お祭り騒ぎの祭りで祭りだったんですね。で、その後、カナタゆずきが先だったかな白文鳥一力買ってて。なんでゆずきにしたんだろうね、白文鳥にね。なんかよくわからんね。ゆずきで、多分、チンチラ先だったはずだから、青いが先かな。 葵で琥珀この辺りはね、結構直感でつけたから、特に理由ないんだけど、この辺りの子がね、結構早い段階で立て続けに亡くなってしまって、で、その影響で、春さん、お迎えした時に、祭さんがご長寿だったんでね、しかも、病院いらずの健康有料児だったんで、祭さんにあやかろうっていうことで、えっ、ー、と、この子は、んこの子から、 飼い主は何をもらいたいか何を求めてるかっていうので、名付けをするようになった。まあ、残念ながらはるさんは、その喧担ぎも、あまりね、意味がないというか、まあ、早い段階で亡くなってしまったんですけれど、すずさんとねねさんはね、おかげで元気なのでね、我が家では、 祭りさんにあやかって、春さんからそういう名付けをしてるわけなんですけれど、春さんとすずさんが、えっ、ー、と、ハさんが暖房の暖で春。で、スさんが涼しい、涼やかですずなんですけど、あったかいのと、涼しいのって言ったら人間にとって癒しなわけなので、癒しだよね。うわーあったかいとか、うわー涼しいってなんかね、ほっとするじゃんね。癒しの意味でね、つけてます。で、ね,ねさんは安寧のね、 始まりすぐがね、みちるが満足の満で、みつるが充足の銃なので、ここもなんか、こう、なんて言うんだろう、癒しいとか穏やかみたいなのが今の多分、我が家の名付けなので、まつりさんがね、いなくなる前は、やっぱりこんだけ、こんだけね、数がいると、あ、逃げない。逃げない。 ネネちゃんががっつり逃げんのにで、すずさんもね最初から撫でられ慣れてたわけじゃないからすごいはっ <laughs> 下がっていく何 <laughs> の話だっけ名前の話してたよね晩年のね未知留で <laughs> 満足の満みつるで、十足の十で、あ、そう、まつりさんね。まつりさんがいるときはね、まつりさんがいるときはね、あの、こんだけ人数、人数、数がいるのでね、やっぱり、むつまじさって大事だよねっていうことで、むつまじいと書いて、むつむって読ませるか、むつって読ませるか、りくっていう読み方もあるんでね、そのあたりで悩んでたんだけど、まつりさんいなくなっちゃったんでね、 結構ね、やんちゃそう。だから、お話聞いてる限りね。だから、賑やか担当をしていただくのもいいかなと思っていて。賑やか二代目ということで。笑うって書いて翔くんとか。活発のかつ。生き生きする。っていう感じで、いくって読ませるか。 ほんとシンプルに宴って書いて、宴くんか。宴わかりやすいよなと思って。ただ呼びにくくない宴。宴。そうでもないか。宴がいいなんか祭りってさ、お祭り騒ぎの祭りなわけだけど、本来祭りって言ったら、神様の、神様に対するイベントというか、 奉納祭とかさ、もともと、神様にありがとうっつって、やるお祭りじゃん。もしくは、何とぞ何とぞよろしくお願いします、みたいな。感じて、やるイベントじゃんお祭りって。古来に遡るとね。か、もしくは、それにこつけた怪しい、 それにかこつけた怪しいイベントというか、サバト的なね。そういうのか。なんかどちらかというと神聖なイメージだけど、宴って、なんか、ブレイコーみたいな感じじゃん。なんか、お話聞いてる限りそういう性格な気がする。まだね、うち来て、間もないので、 どういう子っていうのははっきり私自身は言えないけど、店員さんのお話聞く限りだと、すごいね、詳しく教えてくださって。すごいやんちゃ症だった。ザ・男の子っていう感じのね。性格の子っぽい。やっぱかわいいねー。シャム系かわいいねー。 というわけで、うたげくんどうでしょううたげくん。うーちゃん、うーちゃん。うーたん、うーたん。なんか別の、別のものが頭におぎっちゃうけど、うーたんって言うと。<laughs> 伝わる人にしか伝わらないネタだよね。うたげくん。うたげくん。うたげのような毎日のご提供をお願いしたく。うたげくん。 宴くん。いいんじゃない宴にしましょうか。宴くんです。宴くんです。どうぞよろしゅう。なんか今話そうかなと思ってたことが頭からパッと消えたわ。<laughs> なんだろう <laughs>。なんだろう <laughs> 宴。宴、宴、げ。何を話そうと思ったのかな忘れたなぁ。 まあちょっとね、慣れ、慣れたかどうか微妙なタイミングになっちゃうけど、4月1日ね、お誕生日、軽くちょっと我が家にまだね、実はね、シャインマスカット残ってんだよ。もうそろそろ鮮度があれかなーっていう気もするけど、せっかく残ってるならね、ちょっと鮮度微妙かなっていう気がするので、ちょっとそれだけ気をつけつつ、腐ってないかだけね。 ちャイマスカットせっかくだから味わってああ今思い出すっていう感じなんだけどさ。いや、すっかり忘れてたんだけど。リンゴ。王林。二つ六百円、一個三百円のお高い王林。私の後悔の塊。 まだ食べずに取ってあるんだよね <laughs>。いや、でも、祭、ま、りさん仮装に連れてった日に、祭、ま、りさんがいる状態で食べるのめちゃめちゃ悔しいからさ、いや飼い主がめちゃめちゃ悔しいんだよね。だから、祭、ま、りさんを仮装に連れてって、その日にみんなでちょっと食べちゃおうと思ってたんですよ。わー忘れてたわ。冷蔵庫の上に置いてあってさ、 冷蔵庫なんて毎日使うから毎日見てるはずなんだけどさ。完全にさ、あの、私の後悔の塊が冷蔵庫の上のオブジェクト化してるわ。目に入ってるはずなのにね、オブジェクトみたいになってるわ。そうだ、あれ食べなきゃなんだ。あれもお高かったんでね。ちょっと、鮮度が落ちる前に食べてしまいたいね。 いやー、かわいいね。ちょっとまだ全然、ケージに移したはいいものの、何の準備もできていないので、それをやらねばならぬ <laughs> そういえばさ、あの、事前にちょっと、お金持っていくのにさ、いくらぐらい全体でかかりますかって聞いたらさ、整体が、三えっ、ー、と、 3万円ちょっとめ、めちゃめちゃ安いんですよ、これ。えっ、ー、と、税抜き3万円。で、税込み3万3000円。めちゃめちゃ安いんですよ、これ。純血だもん。純、純血違う、えっ、ー、と、血糖症付き。そう、血糖症付きだもん。で、えっ、ー、と、ご飯とかが、ご飯とサプリメントと、うーんと、うーんとって計算してくださってたんですけど。 なんか途中で計算放り投げて、1万円ぐらいやったらいけると思いますとかって言われて、1万円もすんのって。どんだけの量を最初に買わされるのか、それともサプリメントがめちゃめちゃお高いのかってめっちゃ戦々恐々としてたんですよ。で、絶対そんなもん続かんやろってね。1回1万円。下手したら1ヶ月に1万円かかんのマジでみたいな。 まあでも最初の一回だけならね、うちの子をお迎えするお店だし、お伏せみたいな気持ちでね、っていう感じでお店行ったんですけど、<laughs> 結局、強引にサプリメント進められることもなくだったので、あの、牧草とペレットだけ購入させていただきました。<laughs> ねねちゃんのことがあったからね、 ねねしゃん時き、生体以外で5000円近く使ったんじゃないかな ?4000 円とか。多分その時のお迎え動画見たらわかると思うんだけど、多分値段言ってると思う。えって思ったもんだって。ぶっちゃけ生体の価格に含めてもらって、これ必要なものなのでプレゼントしますの方が、なんかぶっちゃけ気持ちとしてはさ、この子のためにお金を出してるっていう納得感があるじゃん。 と思うんだけどね。だって結局、ペレット食い付き悪くて、まるっと一袋捨てたもん。千円くらいしたのに。もったいねーまあね、ペレットがあまり美味しくなかったおかげで、多分ね、あの、ペレット食べ放題にもかかわらず、ねねちゃんが血もしい嫌いにならなかった理由ってとそのおかげなので、ペレットが美味しくなかったであろう件についてはむしろ感謝しなきゃいけないんですけど、 それはそれとしてね。ねえ、うたちゃん。<laughs> 噛んだ今 <laughs>。だね。うたさん。うたさんって言うとなんか女の子みたいだね。うたげくん、うたげさん。そう、君の名前。という感じで、えっ、ー、と、今そうだね。11ヶ月半月。生後十 生後11ヶ月半月でございますね。はい。一週間、ケージの中で様子を見て、それからヘアンポです。君、ヤンチャって聞いてるからね、ヘアンポすげえ楽しみしてんだよ、飼い主。ヤンチャっ子大好き。ヤンチャぶりをぜひとも見せていただきたい。というわけでちょっとね、ケージ <laughs>、何の準備もしないままちょっと投入しちゃったんで準備しましょうね。 なんか絶対なんか喋り忘れてんなって思うんだけども三30分になるんだよね。まあ、全然、飼い主のお喋りが邪魔であれば消音にしていただいて、サイアミーズスモークパールの新居の探索と毛づくろいを眺める動画とかでも全然いいと思います。最後に言うことじゃない。絶対これ最初に言うべきことだった。 はい。というわけで。まあ、この、これから先、女の子2匹に対して男の子1匹入っちゃったわけだから、あの、みんなの否認と虚勢が済むまではどういう風に飼育していくかとかはもうちょっとね、考えてからになると思うけど、しばらくは、念のため、2階で、しばらくはっていうか、なんかあんまりね、抱っこされることも、うちの中では一番抵抗少なそうだから、 すずさんね抱っこしちゃうとね、警戒するんだよねなんで、ねねちゃんはそもそも触らせてくんないから、君がここが一番いいのかなって私は思ってる。抱っこした感じね。なので、君がそこ固定になるかも。で、まあ、あと繁殖のこととかもね、それに関してはもうちょっとゆっくり考えて、 そうだなぁ。いつがいいかね。あまあ、ひとまずね、一週間、一ヶ月くらいは、繁殖は、ない、つもりでいるので、その間にまあゆっくり、あっうっかりしてたケージのカバー作ってないじゃん。ねえ、ねえ、ねえ。 しっかりしてた。忘れてた。忘れてた。壁汚れる。今更感あるけどね。<laughs> 我が家に関してはね。お掃除動画出してる通りなんかもう今更感あるけどね。汚れに関しては。え、布あったかな今なんか手頃な布ない気がするんだよな。ちょっと手遅れ感があるんですけれど、明日、百均行こう。適当に布見繕ってくる。 うっかり、うっかり。いやー、本当本ほんと、<laughs> チャランポラン、<laughs> チャランポランだな、飼い主ね。ごめんね、うたさん。というわけで、我が家の新入り男の子、うたげさんでございます。余計なこといっぱい喋ったわ。